エチカ、エチカとは、17世紀オランダの哲学者、スピノザの著書。ラテン語で書かれ、ユークリッド期科学の形式に基づき神、人間の精神について、定義と、公理から定理を導き演劇的に論証しようとしている。副題も含めた、正式名称は、エチカ期科学的秩序に従って論証されたである。スピノザは、ユダヤ教を破門され、スコラ哲学と、 近代哲学を研究した。本書、え川かは1662年から執筆が開始され1675年に一応完成したが、生前には出版できなかった。友人たちにより1677年に出版された遺行集に収められた。本書の構成は、以下の通りこの著作は、刑事上学、心理学、認識論、感情論、 倫理学の内容がそれぞれ配列されているが、中心的な主題は倫理である。この著作の特徴は、論述形式が全体を通して、ユークリッドの言論の研究方法から影響を受けている点であり、すべての部の冒頭に、いくつかの定義と考慮が示され、後に定理と、その証明と、その規決が体系的に展開されている。まずスピノザは万物に原因があり、 またそれ以上探求することができない究極的な原因が存在すると考える。この究極的な原因が自己原因と定義されるものであり、これは実体、神、自然と等しいと述べる。神は無限の属性を備えており、自然の万物は神が備える無限の属性の様態の一種である。このような反信論の観点に基づけば、神こそが万物の内在的な原因であり、 そこから神の自由を導き出すことができる。スピノザは人間が本来的に自然であることを否定し、半身論のもとでの決定論を主張する。神から派生する無限の属性の中から人間の幸福の認識に寄与する要素を抽出するためには人間の体と精神について考察することが必要であり、スピノザは感覚的経験に基づいた認識の非妥当性を指摘する。 そして万物が有限の時間の中に存在し、外部の力によってしか破壊されない事故を存続させる、力、コナトゥスの原理に支配されているとし、人間の感情もこのコナトゥスによって説明した。また、人間の感情とは欲望、喜び、悲しみの三種類から構成されており、例えば外部の原因の観念を伴う喜びが愛で、あり、 外部の原因の観念を伴う悲しみが悩みであると理解する。この感情を制御することができない無力こそが人間の屈辱の原因であり、理性の指導に従うことで自由人となることができると論じる。本来的に不自由な人間が自由を獲得するためには外的な刺激による体の変化に伴って生じる受動的な感情を克服する必要がある。 そのことによって人間は感情に支配される度合いを少なくし、理性により神を認識する直感値を獲得することができる。スピノザは直感値を獲得して自由人となることに道徳的な意義を認め、すべて高貴なものは稀であると共に困難であると述べて締めくくっている。田辺元はエチカを哲学史上最小限の古典の一冊として挙げ、スピノザのエチカは ヒカ学の定裁で書かれているのですが、十分苦しんで、スピノザのエチカを自分のものにするということが、哲学に足を踏み入れるとき大きな力になると信じます。と述べている。下村虎太郎は、エチカは文字取り倫理、宗教の書で、人生いかに行くべきかを問題にする書である。これを感情や情緒に訴えず、干渉を捨てて、 もっぱら冷徹な理性の死意による、明晰明確な下脱の道を解くものである。今日のいわゆる科学時代に耐える、哲学、宗教、倫理の書である。と評している。ありがとうございます。